この入った時にまずびっくりしたのがこのバンドのミュージシャンのあれですが、すごいよくなんか盛り上がってる感じがするよ。結構この人とかね、なんかみんな好きな尊敬するミュージシャンっていうのがらしいんだけど、クラシックが出てくるよ。何これプリンスって誰が尊敬してたのかな。やばい、今日ね、俺の友達の植木ヒロ君がね、アルバムを作ったっていう最初の日だって、発売日、今日。植木君とはね、俺ももう15年ぐらい付き合ってんのかな。ね、本当に弾き当たりでね、2人で、出会ってから、もう全部俺、この時入ってる13曲が全部知ってるよ。お互いにね、自分にしかできないことをね、やってると思うんだけど、これからもずっと。一緒に会ったらよろしくお願いしますよ。まあ、植木ヒロの僕はね、なかなかそのアルバムを作ったりとかっていうところまでまだ全然、日々思ったことをですね、音楽で消化していくっていうのを何ていうか、食べたら出す、食べたらそんな感じの音楽なわけですから、ライブが一番やっぱりやってて最高だなと思います。今日はね、一発目に船出の歌っていう歌をやります。まあ、この曲ね、ドナルド・トランプさんがアメリカの、ね、大統領になったっていうので、初日、俺も最初の今年のライブ一発目の初日、お互いにね、みんなもそうだけどね、今年の1年いいことがありますよ、ね、船出
ライブでしかできない曲やっちゃうやつには。
プだけよ。俺からのプレゼント。嬉しいよ。素晴らしい場合じゃないですか。さあさあさあ。さあ本当に。まあ俺もね、いろいろと脱原発やらいろいろやってきたんだけど、まあ本当に底辺にあるものは別に脱原発にこだわってやってるわけじゃなくて、いや世の中の中にね、俺たちをこう虐げられてるっていうか、ね、年金問題もそうだけど、国はさ、本当にあいつら本当勝手にやりやがるんだよ。俺はそれが頭できて、それだけを俺はこの気持ちになって歌ってるんだけど、ここまでやってきてやっぱこういう気持ちになってしまったんだけど、まあ負けちゃいられないけどやるよ。はい。たどり着いた半分死にそうな気分だったぜ。二人がこのままを引き取っちゃくれないかと神様に聞いたけど、まだ早いって扱われた。 Take it all over Take it all overイグリチルシャコはまるで今の俺みたいさ。ため息一つついて荷物を担ぎ直し、十字架を背負うイエスキリストのように歩こう。 Take it on the fire Take it on the fire Take it on the fireなりたくはないし、きれいごとと現実の間を行ったり来たり、誰かのためなんて荷物を買って思ったけど、Take it on the fireThank you.
耳元に顔を近づけない。 Give up the texture わかるだろう、でもない。
きていいけど、その間俺たちも力つけて、また3段で鳴らしてもらうからよろしく。みんなもね、その間ラッシーさんが月1でやるって言うからやろうよ。それはそれでね。で、今日俺もこうやって違う、歌を出してもらって最高のバンドに巡り合わせたというか、メンバーがね、今日はサポートしてくれて本当にどうもありがとう。メンバーを紹介させていきます。オンドラムシラッシー、物語じゃん。